中野区立谷都小学校は東京都中野区中野一丁目に所在する区立小学校である。中野区のほぼ中央にあたる大久保通りに近い場所に位置し住居表示の中野、東中野、中央が学区域となる。なお2008年に隣接校であった中町小学校が新設の東華小学校に統合したため、旧中町小学校の学区域の一部が編入されている。 西側の校舎は1995年に建築されたもので屋上のプール、地下2階の体育館などの設備を持つ。中央の本校舎のうち東半分は2011年度より改築工事が行われており、校庭にプレハブ校舎が設置されるために、その間は運動場の確保を目的に付近にある中野区立屋と運動公園を体育の授業等で利用している。 また一部の授業では平和の森公園も合わせて利用する。この工事は平成24年度末完了予定。校歌の作詞は同様、故郷、もみじ等を手掛けた高野達行校章は中心に向かい放射状の八本の矢と雪からなる。校旗の色、スクールカラーは紫。卒業生は学区域上は主に中の中学校。 中野東中学校の2校に進学する。敷地の南、大久保通りに面する側に、正門、校庭があり、校庭を囲うように東に、体育倉庫、北に校舎、西に新校舎が位置する。校庭は砂が敷かれており、一部にわずかな凹凸がある。直下を水道管が通っており、過去に杭を打った際に、水道管に穴が開く事故が発生している。 皇帝の周囲には平板が設置され、児童、保護者は、峠工事に皇庭上ではなく、平板を歩くよう指示される。また皇庭南側の坑道との境界には、桜が植えられている。南側の正門は主に児童が、裏門は教職員や保護者、来賓が使用する。東門及び北西に出入り口が存在するが、通常は使用されない。東側の体育倉庫には、 便所が設置されている。校庭の北側には4階建ての校舎が東西方向に位置し、中央玄関、中央階段の場所でわずかに屈折している。1階と2階の廊下は進行者と連絡するが、3階の廊下はプールの機材がある関係で接続していない。中央を挟んで東には、東玄関及び各階に、便所、東階段、給食の昇降機、 西には信仰者との連絡路がある。1階には東に、家庭科室、印刷室、給食室、放送室、職員室、校長室、事務室、西に、主事室、多目的室、コンピュータ室、保健室がある。2階は東に、図書室、中央に、教材室があるほかは低学年用の普通教室、3階は、中央の資料室を除きすべて高学年用の、 普通教室となっている。2.3階の西側に非常階段が3階の東から2番目の普通教室に避難用の救助袋が設置されている。普通教室は2011年度まではほぼ使用する学年が固定されていたが、教室数に秋のあった2002から2006年度は一部が変更となっていた。2011年度より大幅に変更となっている。屋上は 後期形容のポールや機械類がある他は平らであり、児童が利用できる場合もある。校舎の裏には畑、駐輪場が設置されている。校庭の西側に位置する新校舎は1995年に建設されたもので、地上3階、地下2階の5層である。南北方向に位置し、南北それぞれ1箇所ずつ階段が北側のみに便所がある。地下2階は体育館のか。 舞台裏、体育倉庫、ボイラー室、更衣室、便所、地上に直結する階段が設置されている。地下1階は、体育館の吹き抜けとなっているため面積は狭く、備蓄倉庫や、体育館用の放送室があるのみである。地平の1階は、廊下の南北に、臨時の出入り口が、校舎北側に、種玄関があり、生活過室、PTA 会議室、ホール、 視聴各室、図工室、音楽室といった特別教室がある。2階は理科室、機械室のほか、本校舎との接続部付近に相談室がある。3階は屋外プールとその関連施設で行為室や機械類が設置されている。1974年完成の校舎は2011年より改修工事が行われた。 完成後は1974年校舎、1995年校舎の双方に1台ずつエレベーターが設置され、バリアフリー化が進んだ。前述の運動会で準備体操、整理体操として行われていた通称ヤート体操は、1988年度に当時の本校体育科教諭が制定したものである。この時に流される音楽はオリジナル曲、 君が輝く時で歌っているのは当時の在校生。前述の通り運動会以外での使用頻度は極めて低くほとんど運動会限定のものとなっていたが2010年度を最後に他の音楽にとって変えられているため事実上は絶滅状態にある。東京都中野区中野一の26の1、学校周辺の中野1丁目は閑静な住宅地であり、 古くからの木造住宅と新しい住宅が混在、幅広い世代の住民が暮らす地帯である。人口密度が高く、公園や緑地はあまり多くない。細く路盤のあまり良くない道路が多く自動車の通行は少なめではあるが、見通しが悪く危険な場所もある。また高層建築物が少ない。テレビ番組、笑っていいとも。出演時に本校名を呼び、 効果の冒頭を紹介したことがある。2018年の開校90周年の際に記念講演会を開催。イルカの同級生。アルバム情報その後、船山くんと私との超ミラクル。知りたいイルカ公式サイト。お知らせ。イルカオフィス。2020年12月2日閲覧。ありがとうございます。